はい、皆さんこんにちは。私は40番号のファトハンと申します。今回の動画で ある漢字を紹介したいと思います。はい、その漢字はこれです。マウと読めます。マウはインドネシア語ではマナリという意味です。はい、それでは早速いきましょう。はい、まず訓読みと音読みを紹介したいと思います。この漢字の訓読みはマウとマイです。それから音読みはブーです。はい、この漢字は GRPT レベル N3 と常用漢字中2です。それからこの漢字は15画です。はい、じゃあ次は書き順に続いていきましょう。はい、皆さん一緒に数えましょう。1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15。はい、15画です。はい、次は熟語と例文へ行きましょう。一つ目の熟語は舞台です。舞台はインドネシア語ではコンセル、あと単品という意味です。はい、それから二つ目は歌舞伎です。歌舞伎は日本の有名な伝統的な演劇です。はい、三つ目の熟語はお見舞いです。お見舞いは membesuk という意味です。はい、次は例文でいきましょう。はい、一つ目の例文はこれです。来年ワンオクロックの舞台に行きたい。ya arti dari contoh kalimat pertama itu tahun depan saya ingin pergi ke konsernya One Ok Rock. それから二つ目の例文は歌舞伎という日本の伝統的な演劇を知っていますか？kalimat kedua ini artinya apakah anda tahu pertunjukan tradisional dari Jepang terkenal yang bernama kabuki? はい、三つ目は病院で友達をお見舞いに来た。artinya saya pergi ke rumah sakit untuk menjenguk teman。皆さんはもう知っているかと思いますが、日本語にはマナリという意味を持つ漢字は二つあります。一つ目は踊る、二つ目は舞うです。はい、この二つの漢字には何が違うんですかと疑問を浮かんでしまいました。じゃあ早速説明します。はい、はっきり分けると、呼ぶは踊るという言葉を使います。それから呼ぶは舞うという言葉を使います。だからバレエは踊るを使い、それから日本舞踊は舞うを使います。それが適切な使い方です。はい、皆さんどうですか？ちゃんと自分でレビューしてくださいね。いっぱい書けばうまく覚えるというのは漢字の習い方です。それでは今回の動画はこれまで。ありがとうございました。